竹上市長と一見知事が地域の課題について話し合う知事と市町長の円卓対話が8月25日松阪市産業振興センターで行われました。ただいまから知事と市町長の円卓対話は知事が地域に出向き直接市町長から地域の課題について対話することで共通認識を高めることを目的に開催されました。この日、竹上市長と一見知事の円卓対話では、松阪市の課題4項目について話し合いました。最初に取り上げた小児一次二次医療体制と小児の健診業務と小児科医不足にかかる三重県のイニシアティブについてでは、竹上市長から松阪市では高齢化で小児科医が減っていて、来年から休日夜間診療を続けるのは困難になるため、他市などへ公募を始めていきます。小児科医を続けてもらう、新しく開業してもらうためには、何かしらのインセンティブを考えてほしいと説明しました。新しく開業してもらうとか、何らかのインセンティブっていうようなことを、インセンティブの形でやっていただかないと。一見知事は医療費については国と調整して小児科医の上乗せを含めて話をしていきたいと思います。これから公募されるということになると思いますので県としても支援していきたいと思いますと答えました。公募に行かれるということになると思いますので県としてもご支援させていただきたいなと思っているところでございます。この他にも三重県再生資源物の屋外保管に関する条例の制度について松阪港への日本丸寄港の実現に向けた整備およびカーボンニュートラルポートの実現について過疎地における自家用車活用事業についての3項目が話し合われました。大口港 7.5 だと十分入るんです。補聴を合わせてやっていってでやがてはその必ず過疎地における自家用車活用事業ではお互いの意見が述められました。あらゆる意味でいかにしてですね交通もですね安業を確保するかでこれはこの一つにやっぱりこれからはライドシェアっていうのがね大きな役割を果たしていくっていうふうに考えてますんでぜひその点県からもねこれは規制緩和に対して働きかけをしてほしい。過疎地型の公共ライドシェアは実は今までもできたんです。で必ずしもタクシー会社やる人全然ないんですよ。自治体が車を用意します。運転手さんは例えばシルバー人材でやっていただきます。で講習祭を受けていただいたら全然問題なくできます。緑ナンバーである人全くないですよ。これも運輸行政の問題点で今までできたっていうことを宣伝が下手なんですよ。最後に竹上市長と一見知事は握手をして円卓対話を終えました。はい、松阪市の課題を知事にもご理解いただきたいですね。